シーズンの後半、特にここ9試合は5勝2分け2敗という好調ぶり。福島ユナイテッド、今日もポゼッション非常にタッチ数少なくボールを回していこうというところ、どうでしょう、打てるのか。橋本陸から田村、流していく、右足のシュート。まずは1本打ってまいりました。池田から裏にイスマイラー、さあどうだ、イスマイラー、これでシーズン12ゴール目。綺麗に抜けた、オフサイドはない。最後は相手の前に出て右足シュート。先制福島ユナイテッド FC。 ご覧の密集、一番近いところにイスマイラ、今の1本目を跳ね返していきました。今度はどこに入れる、宮尾光一、もう一度インスイング、そしてニアサイドで勝負をしました。追いつきました、 YSCC 横浜。最後は6試合ぶりスタメンの池谷隼人か。見事なヘディングゴール、今シーズン初ゴール。そして同点に追いつきました YSCC 横浜。インスイング、橋の長いボール、池田の右足でした。もう一度セカンドボール、福島フリーダー、低いボール、もう一度フリーダー右足のシュート。最後はフィニッシュを狙ってまいりました、向こうサイド橋本陸。1本目は折り返し、2本目はフィニッシュ。前半は横浜の方は横パス、あるいはボールを下げるというシーンが多かったですが、ここはバイタルまで来てる、バイタルまで来てる、トカチの右足。後半の頭に変わって入りましたトカチ。ご覧の表情、諸岡から出たボール、トカチ。そして相手を前を向かせないようなプレッシングをかけていきます。ここもそうだ、ドダテが取った、さあ宮本に入った、宮本だ、宮本だ、左足、宮本拓也。さあその福島がボールを引き出して、吉永、ここは池田が入っていきましたの前線に田村です。その前に土立て、先ほどこの土立てから宮本にいいボールが出ました。さあどうする、宮本が引き出すのか、ここは音泉だ、音泉右足のシュート。キーパーの渡辺をきっちり飛ばしていきました、枠を捉えていきました、音泉翔馬の右足。宮本を中央に置いて狙っていった、こういったプレッシングのスピードが前半よりも横浜は増している。さあ流動的に選手が入れ替わりながら、ここはどうするのか、池田打てるのか、池田右足のシュート。左のポストをかすめました、最後池田正樹の右足。非常にここは思い切ってやっていこうという姿勢が見える横浜と、さあここはどうだ、田村が来た、田村そのまま折り返していく、トカチ、ヘディングのシュート、トカチ、これで勝ち越し、福島2対1。ドンピシャリのクロスでした。トカチは23節以来5試合ぶりのゴール、今シーズン5ゴール目。攻撃的な選手をどん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 途中で交代させて、とにかく後半戦一つきっかけをつかみたいと、終盤の戦いを見せる YSCC 横浜。鬼江、おごちく、おごちく、どうする、ここまで運んできた、中には3枚いる、おごちく右足、追いつきました、2対2。鬼江、おごちく右足を振り抜きました。